パブリックアートのためのスケッチ美術館2008年5月パブリックアートのためのスケッチ美術館はスウェーデンのルンド大学にある美術館で現代のフレスコが彫刻、レリーフなどの記念碑的パブリックアートのスケッチや図面の収集と展示を専門としている。博物館にはアイザック・グリューネバルトなど主要な20世紀のスウェーデンの芸術家や北欧の芸術家ヘンリー・ムーア ディエゴリベラ、アンリ・マティスなどの外国の芸術家によるスケッチといった約2万5千点の作品を収蔵する。ルンド大学の芸術史と芸術理論の教授であるラグナル・ヨセフソンによって1934年に設立された。芸術家の創造的なプロセスを明らかにする資料を収集したかったヨセフソンは著書、芸術作品の誕生をはじめとする多くの研究で知られる。 ヨセフソンによって収集されたコレクションは1941年にルンド大学図書館近くの建物で一般公開された。元は古い体育館で建築家のハンス・ウェストマンが改築し2005年にはヨハンセル・シングの設計によって再改築された。その際2001年から建設工事のため閉鎖された後2005年3月に営業再開された。 ありがとうございます。